崎町周辺にあるツインクルファミリーさんの誇り物は？は？なんでしょこれ？なんだろう？何これ？ベビーグッズで使うもんですか？どう使うんですか？雪国って雪が積もるとベビーカーにさ押せないんですよね。ああ冬場ね、はい、あでこれを装着してあげるとソリになって雪道でも使えるという。ちょっとどういうこと、どういうこと。前輪にですね、はい、これをつけてロックをじゃん、ああこれで雪の上をスーッと滑ると、はい、そこまでしていかなあかん。ほとんどのナンバー4、ベビーカー用のソリホイールブレード。使い方はご覧の通り。こんな寒い中でわざわざベビーカーで出かけたい方におすすめです。確かにこんなあるって知らんかったな。いや、雪国の人って、うん、雪が積もると、うん、車とか、うん、ここにも出かけるらしくて、ベビーカーは出かけないよっていう。お値段は12,650円です。12,650円、はい、2輪の場合だから2ついります。そう、高いか安いか。雪道でも縦横無尽にベビーカーをしたい方はぜひ赤ちゃんの防寒対策は忘れずに。街で見つけた誇り物の数々、眠っているけどいい商品まだまだ探し続けたいと思います。